流れ総一は、日本の政治家。長野県上田市長、長野県議会議員などを務めた。長野県上田市下塩尻の養蚕農家に生まれる。1972年3月、長野県上田高等学校卒業。1976年3月、慶応義塾大学法学部政治学科卒業。同年4月、三井物産に就職。1990年9月、 同社を退社。1991年4月の長野県議会議員選挙に自由民主党公認で立候補し初当選。その後長野県議会会派、県政会に参加し、県議を3期務める。2002年2月7日、県議を辞職。同年3月17日に行われた旧上田市の市長選挙に出馬し初当選した。二千六年三月六日、 旧上田氏は、小さ型郡マリコ町、真田町、竹志村と新設合併と行い、新上田氏が誕生する。4月2日、告示、4月9日執行の市長選挙に、無投票により初当選した。2010年、再選。2014年、参選。2017年11月、2018年3月の市長選には出馬しない意向を表明した。 2018年4月の人気満了をもって引退。合併を挟んで市長を連続4期務めた。ありがとうございます。